おかわりラーメン丼。長井市今泉にある亀屋食堂、創業からおよそ80年、長年地元の人に愛され続けているお店です。こんにちは。あ、こんにちは。マグロと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、亀屋さん、実は僕20年前ぐらいに来てるんですよ。あ、そうなんですか。小学校の時。なるほどなるほど。その時にもね、もう鮮明に覚えてるんですけど、やっぱここと言ったらあのラーメンですよね。そうですね。厨房に立つのは4代目の橋本敦さん、55歳。初代から引き継がれてきた中華そば、その一杯とは。お待ちどうさまです。来ました。こちらが亀屋さんの中華そばですね。うわー、なんか思い出しますね。ちょっとありがとうございます。この醤油の感じ。亀屋食堂の中華そばは馬肉チャーシューが乗った一杯。いただきます。うまいっすね。ありがとうございます。魚介系というか、はい、これ何を使われてるんですか。豚骨、はい、鶏ガラ、煮干しなどなど。丁寧に煮込んだスープは動物系と魚介系。そしてやっぱこの醤油のうまみっすよね、はい、ずっと先代からの同じものを使ってる。なるほど。中華そばの骨格ともいえる返し、その返しは馬肉を煮込んだ煮汁を使用していました。そしてそのスープと絡むのは特注の中太麺。うん、うん、これ麺すすると、これなんですか、この浮いてる油まとっていい感じで口の中に広がるんですよね。これラードですか。そうです。これいいですね。豚の香りというか旨味、はい、麺が引っ張ってきてくれるんだよな。これ美味しいですね。このラード、ラードは自分でちゃんと取ってますんで。自家製で、はい、うわ、手が込んでるな。そしてこの一杯に欠かせないのが馬肉のチャーシュー。いや、これですよ。馬肉チャーシュー、20年ぶりです。うん、これこれこれなんだよな。馬の旨味がね、噛めば噛むほど奥の方からね、じんわりじんわり、そして醤油の塩味もじんわりじんわり出てきて、これはもうまさに癖になるチャーシュー。これまたどうして馬肉なんですか。長井はなんか馬が有名とかだったんですか。いや、昔ちょっともう相当前なんですけど、はい、あの地元の山手の方で草競馬場があったらしくて、はいはい、競馬場、はい、その流れもあるんでないかっていうことは聞いた時あります。あ、そうなんですね、はい、だからこそこの馬肉チャーシューの中華そばが生まれたっていうふうには聞いた時はあります。なるほどなるほど。何が真実かは分かりません。およそ80年もの間引き継がれてきた一杯。やはり先代がやってきたこと、先々代がやってきたこと、全部背負ってずっとやっていくつもりでいます。何があっても自分の、まあ、生きている限りは続けたいなっていう、そういうポリシーを持ってます。そのおかげで僕も20年ぶりに同じ味を食べられたわけですもんね。いや、嬉しいな。じゃあこれからもその思いを胸に、はい、亀屋さんずっと続けていってください。はい、ありがとうございます。いや、本日はごちそうさまでした。ありがとうございます。